じゃあ、テモテ1の手紙4章、新約聖書の339ページ。新約聖書334ページのテモテ1の手紙の4章の1、2節。339。すごい長いですね。日本人たちは短いのは小さいのは何でも美しいと思っています。でも長いのも結構美しい。ハレルヤ。説教が長いのも結構いいことです。アメン。うちの信者たちは最高ですね。みんな一緒に神に聞き従うために霊を見分ける力を求めよう。アメンは。来週まで。じゃあまず読みます。どうぞ。しかし霊は次のように明確に告げておられます。終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ信仰から脱落する者がいます。このことは偽りを語る者たちの秘伝によって引き起こされるのです。彼らは自分の良心に焼き印を押されており。アメン、霊を見分ける必要がありますね。終わりの時代には惑わす霊と悪霊どもの教えが人だけあって信者たちの心を奪います。それで偽りを語る。偽りは真理に神の真理に基づかないものは全部偽りで、全部いくら素晴らしい善良な考えを自分は持っていていると思っていてもそれが真理の御言葉に基づいてないとすれば全部それは偽りであり偽善であり嘘であり、嘘それは悪いことであり罪であり滅びをもたらす悪魔から出た教えであろうとはっきり悟りますように。イエスの皆で祝福いたします。アメン。そういう人は焼き印を心の良心に焼き印を押された人だ。焼き印、火で心をこういう体を火で焼かれたらどうなります。皮膚が、肉が感覚を失うでしょ。心に火の焼き印を押されたら心の感覚は麻痺してしまいます。いい悪いが分からなくなります。悪魔のささやきにも喜びながらアーメンと言って従ってしまう人たちが心の良心に焼き印を悪魔によって押された人であり、真理の御言葉じゃないとアーメンができない。真理の御言葉だけにアーメンができる人は心に悪魔の焼き印じゃなくて聖霊の焼き印を押された人であると信じますように。イエスの皆で祝福いたします。アメン。もう一箇所後ろ行って、ヨハネ1の手紙4-1から6節まで、391ページ。
少し小さい。よろしいですか。通訳聞こえてます？聞こえてないみたい。聞こえてない。ちっちゃく聞こえて。小さい。ちょっと待ってください。OK。じゃあ声出して読んでまいりましょう。どうぞ。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た 霊かどうか確かめなさい。偽善者かが大勢世に来ているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い荒らす霊は、全て神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊が分かります。イエスのことを公に言い表さない霊は全て神から出ていません。これはアンギリスの霊です。 かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今や世にすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、異性預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいる者よりも強いからです。異性預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは彼らに属するものです。神に属するものです。神を知る人は私たちに耳を傾けますが、神に属していないものは私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。アメン。その後ろへ行けば397ページにユダ書、ユダの手紙、ユダ書がありますね。1章の4節だけを読みます。いいですか。ユダ書1章の4節、よろしいですね。どうぞ。なぜならある者たち、つまり次のような裁きを受けると、昔から書かれている不信心な者たちが密かに紛れ込んできて、私たちの神の恵みをみだらな楽しみに変え、また唯一の支配者である私たちの主であるイエス・キリストを否定しているからです。イエス・キリストは唯一の救い主、支配者ですね。唯一、お人しかないです。我々に天下の人間に永遠なる命の救いを与えられるお一人しか、唯一のお一人しかない神はイエス・キリストでありますね。他にもいますか。いません、うん、昔は他にもいると思ったでしょう。じゃあまず祈りましょう。主なる神様、今日水曜勉強会礼拝を迎えまして、主の真理の言葉を正しく悟り、主に認められ喜ばれる必ず主の約束された力や救いや祝福に、それも豊かな祝福を必ず受けることができるものとなるようにと、今日も正しく主の御言葉を主の真理の聖霊によって諭してくださり、血のあって宣教会に送られた者どもは全員信じた結果を喜びと幸せな生活の中で人々にこれ見よがしに、実際に受けたものを持って証しができるような、地の果てまでの世の終わりまでの福音の証人となりますように、主の計画通りに祝福してください。主イエスの皆でお祈りいたします。アーメン。はい、この先週までは神様に聞くか人に聞くか、勝利するためには人に聞かないで神様に聞くべきだ、それがアブラハムが信仰の先祖と
認められ祝福を受けて、その子孫代々にまで空の星のように数のように海の砂の数のように祝福を受けて、祝福の代名詞と祝福の父と模範とモデルとなった、アブラムの勝利の秘訣の第一番が、人に聞かないで、人に相談しないで、神に聞いた結果であるということを勉強しました。2週間。しかし今日はその人だけじゃなくて、主なる神、我々の命と救いと真理を与える、それも永遠に与えられる主なる神以外にも霊がたくさんある。霊が、惑わす霊、偽りの霊、偽りを言う霊、行う霊、偽りを語る霊、あるいはこれを行う霊、全部結果は死、死をもって滅ぼす霊、こういう霊が、霊の頭、こういう霊の頭が、頭、親分が誰ですか？サタン？悪霊が頭ですか？サタンと悪魔と一緒ですか？ん？サタンと悪魔と一緒ですか？偉いですね。誰が一緒だと言ったの？サタンと悪魔は、本質においては一緒ですよ。でも働きにおいては違うんです。本質は一緒。本質、本体は一緒、同じものです。でも働きは違うの。働きはなぜ違う？サタンという時の 悪の霊の頭は、サタンという時の悪霊の頭、悪の諸霊の頭は、神に対敵する、神に逆らうものというんです。アメン。その時の悪の頭の名前はサタンと言います。その神様と人との間を引き離して、邪魔しようとする時のその悪の頭の名前は悪魔です。アメン。ですからサタンと悪魔が全く同じではないね。人物は同じ人物だけども、働きにおいてはサタンという時の働きと悪魔という時の働きが違うという、これくらいは知らないと、これを知らないで自分は霊的な人だというのがおかしいことです。学校には通ってるんだけども、学校で教える勉強は全然しない、名前ばっかりの覚醒になってしまう。アレルヤ。アメン。じゃあこれは啓示録の、探しませんから家で読んでください。啓示録の 12-9 節によれば、この悪魔は神様と人との間で人を惑わして、天下を惑わして、天下のこういうものじゃなくて天下の人間を惑わして、神から引き離して、自分が行く永遠なる死の世界である火の地獄に連れて行くために、夜も昼もなく居眠りすることもなく一生懸命働いているのが悪魔だという、悪魔。それから啓示録の20章の3節を見れば、神様がイエス・キリストの再臨の時に1000年間底なしの底なしの淵に悪魔を、天下の人を惑わす霊の頭である悪魔を
この1000年間の間は、1000年間はこれは言い換えれば千年王国でしょ。信じますか。準備 OK？ 先生。さあ、底なしの地、こういう言葉を聞いたことありますね。うん、底なしの地は、そこそこそこ。英語で言えば、バトン。中国何と言います？無底坑。無底洞。そう。これ、そこ、この、そこ。そこのなし、そこがないの。落ちても落ちても無限、無限って意味。そこがないの。そういう淵がの淵、そういう淵に悪魔と人を惑わすれよ、全部縛って入れて鍵をかける、封じるの。封じてそこからその中で燃える火の熱さで苦しむように一千年間。でその外にはこの天下の人が住むこの世には出てくることはできないように、拘置所みたいな、拘置所、拘置所、あの東京のその巣、東京行ったことあるね、行ったことある、こうやって、うん、この足立区に行けば東京拘置所があるの。なぜそこに人を入れるのか。この外で、この日本という刑務所の拘置所の外で、これ以上悪いことをすることはできないように、一定した期間に拘置所に入れるの。手錠をかけて、縛って入れるの。悪いことができないように。神様が、刑事録の20章の3節見たら、今この世でよ、今現在この世で神様と人を引き離して、人に神なんかいないよとか、あるいは神の言葉にアーメンじゃなくて自分の考えにアーメン、肉の欲望に先に駆られて、神の言葉は霊的な経験な生活より肉のための生活、神のことよりこの世のことを先に考えるように、いつもとにかく神から引き離して滅びと死に連れていくために働いている、この悪い霊の頭とその使者、その子分たち、使者は子分、その使い物たちを全部底なしの淵に、この悪魔の子分の使者の数は天の星の数の3分の1ぐらい多いの、数えきなほど多い。しかし全部それを神様が天室をミカエルに命じて全部かき集めて、底なしの淵に全部入れて蓋をしてしまう、蓋をして鍵を閉めてしまいます。そこから一千年間は外にこのように出ることはできないように、それでこのように一千年間、一千、うん、どこ行った、千年王国、イエス、再臨された再臨主イエスキリストとともに千年王国に入って、これ以上悪魔の惑わしのない、悪魔が縛られて働けない、そういう平和な千年王国で、人々がイエス様の教えだけにアーメンができるように、イエス様の教えに 100% アーメンができるように。なんで悪魔が働かないから、惑わさないから、人々の救われた人々の心がすごい平和で平安で純潔で純白で清くて可愛くて、神様を見ればこの最高の霊的な水準になるの。だからもうイエス様の言葉には何でもアーメン、イエス様と共にいることがあんまりにも幸せで喜びにあふれて、さっき我々が賛美したのは賛美じゃない、これは賛美じゃない、これは軍歌みたいに、やむやなく、いやいやいやながら、やむやなくみんな本当に喜んで、本当に神のことに感謝して捧げるのが賛美だけども、今の賛美は賛美じゃない。何パーセント賛美か分からない、半分 50% の賛美か、あるいは 60% の賛美か、あるいは
90% になってるか分かりません。地の果て宣教会の皆様 99% になってると信じましょう。アメン。でも 100% ではね、 100% 神を賛美できる人は一人もいないの、この世には。なんで人は賛美しながらも自分この口で賛美しながらも同じ口でまた罪を犯してるから。 100% の賛美は今はできないの。なんでできないの？悪魔が働いてるからよ。できないように、できないように、本物にならないように働いてるから。そういう悪魔の仕事を働きが全然 1% もできないようにして、人を1000年間の王国の中では神様がイエス・キリストの神父として神の心にかなったぴったり神父として本当に心から神を 100% 賛美できる、そういうイエス・キリストの神父を作り上げるために1000年間イエス様が直接教えるの。直接この1000年王国の間の信者たちの成長段階を言葉で表現したのがエイカ。ハレルヤ。エイカは栄光たるイエス・キリストの神父のような姿に完全に変わるように、神父準備をさせる期間、これが1000年の王国ですよ。その時にももし悪魔が働いて人々の心を奪うんだったら、栄華永遠なるイエス様の神父として変わることはできないから、悪魔の働きを遮断縛ってそこらしのうちに完全に入れて、そこから一匹も出てこれないようにしてから完全な神の環境で神父授業をさせるのが栄華の段階である1000年王国での信者、救われた信者たちの栄光たる生活だろうと信じますように、イエスの皆で祝福いたします。アメン。これが時間の流れの順番によって我々が救われていけば必ず千年王国に入って、この時に初めて我々は 100% イエスの皆を賛美することができますよ。邪悪な心、かたくなな心を賛美しながらも約束を思い出して、なんで賛美の礼終わらないの、早く終われば、こういう心を持ってみんな賛美してる。賛美してる時間が退屈したり、賛美していながら悩んだり、賛美していながら苦しんでいたり、片方では賛美していながら金を儲ける仕事のことを考えていたり、これが賛美なの。少なくとも牧師もそうやってるのね、たまには。だから 100% の賛美はありえないの。 100% 賛美ができて神の心にかなったものに神の御心、神の御事にこれにかなった信仰ぴったり、もう 100% ぴったり、こういう信仰を作り上げる段階が栄華の段階である1000年王国でのイエス様と一緒に、再臨されたイエス様と一緒に暮らす生活であろうと信じて、そのこういう国に必ず入りますように信仰生活を正してください。アメン。今教会に通っている人の中でここに行けない人がいっぱい出てくるの。イエス様が何度も見せてもらっている、聖書にも書いてあるし、ここに行けない人いっぱいいるの。置き去りにされて、イエス様の再臨の時に引き上げられる時に残される人はここに行けないの。じゃあこの悪魔が1000年経つと今度もう一回ここから出てくるの。それで1000年間イエス様と共に神父授業が終わった栄華できてるしてる信者たちをもう一回惑わそうとするの。でもそれはもうできなくなる。なんで1000年間しっかりと我々はもう完全にイエス・キリストの花嫁と完全に生まれ変わった後の栄華の段階にも入ってるから、もうイエス様とほとんど霊的に同じくなってるの、水準が。じゃあ例えば結婚した人々が
主人と奥さんがいれば、ある人は主人の方が踊ってるとか、奥さんの方が勝ってる、優れてるとか思う。違うの。主人も奥さんも、奥さんも主人も一緒だよ。なんで夫婦は一心同体、同じレベルまで結婚するもんだからよ、うん、ですから威張って奥さんいじめたりしちゃいけないの。私もたくさんし、そういう心でね、心でそう思ったことたくさんあるの。でも小さいのはできないよ、弱いから。こっちはあの顔見なさいよ。何を意味してますか。夫婦というものはレベルは一緒だ、権威も一緒だ、心の水準も一緒だ、うん、同じものだから。じゃあ1000年間火とか生とか信者たちが1000年間イエス様の信仰になるためのイエス様の心にぴったりかなった、そういう信仰に、神父に、そういう信仰を持った神父に生まれ変わったとすれば、そのために必要な企画がこれだからね。でこれを通ると、1000年を通るとイエス様と心がぴったりになれば、イエス様の神父として認められる水準になれば、今度はその霊的な大きさがイエス様のキリストの大きさにまで至っているということを信じまして、そうなった時の今だおて、そうなった時の人間が神の子に完成された時の、栄華した時の人間の姿は、神々だと言われても遜色のない素晴らしい尊厳なものになることを信じますように、主の皆で祝福いたします。そうなった時の私たち一人一人の姿と今の姿を比べてみれば、比べができないの。今は獣と一緒。今はそうなった時は本当に素晴らしくなるの。本当にこういう作業をするために、こういう期間を、こういう時を神様が計画していると信じますか。アメン。じゃあ問題は、1000年王国に入った人たちは底なしの地に悪魔を全部惑わす霊を神様が縛って入れちゃいますから、騙され惑わされることないんだけども、今は違う。今は、今現在はこの霊どもがたくさん働いているの。筆教会も牧師も信者たちもこの惑わす霊に騙されて、嘘をついたり騙されて、悪いことしたり騙されて、信者としてやっちゃいけないことをやったり、そういうことがいっぱいあるね、いっぱい。ですから信仰生活に勝利するには、主の聖霊にだけ聞くべきだけども、惑わす霊に惑わされたら、信者たちが悪魔の話にもアーメンと言いながら、悪魔の話もおいしいと思って従っていて、ついには脱落するものがたくさん出てくるということを、皆さんははっきり見分けろ、聞き分けろ、知識と力を持ってないとおかしくなるのは時間の問題ですよ。アメン。ですから昨日、おととい、月曜日の沖縄の天道集会で、まず少しだけ話しますよ。今回すごい奇跡が起こったんですよ。ここに2ヶ月前にここに来た、ロサリオさんと、ロサリオさんはこの日系コロンビア人です。ボリビア日系ボリビア人だけども、この人は昔からイエス様を信じていたんだけども、行ったり行かなかったりこういう感じで、しかしこの人と一緒に来たビアザとつかさという、この人は沖縄人、日本人、本物の日本人だけども、全然イエス様を信じてなかったの。でこの人がこの人に伝道したの。でこの人は仏教とか占い師とか、沖縄でいてる、そこで来てユータって知ってますね、霊媒師みたいなの、うん、こういうところへ通っていたの。5万円も持っていたり、10万円も持っていたり、20万円持っていたり、それでも疲れるだけで全然解決ができなくて、とにかくこういうのが、そういう話は好きな人。この人はあの 沖縄の公務員な、公務員、ね、国家公務員だけども、とにかくこの人がイエス様を信じるように信じるように、この人は茨城の比嘉さん、ここに来てる比嘉さんの妹の妹で、この人が
比嘉さんから茨城の岩田さんとか来てる、その仲間の中に比嘉さんがいるね。比嘉さんからロサリオさんがうちの教会の話を聞いたの。それで比嘉さんがうちの教会にぜひ行きたいと思っていたんだけども、ここに来る時に宮里さんを連れてきたの、沖縄から連れてきたのが2ヶ月前でしょ。で9月にここに来て主の日の礼拝1回来た時に、まずこの人が生まれ変わったの。いい加減なクリスチャンだったのが、この人が心が熱くなったの、ここに来て。でこの人もここでイエス様を受け入れたの。もう信じますと決心して受け入れたの。で2人が帰ったでしょ。2人が帰る前に、私にここでご飯食べな、昼ご飯食べる時に、主の日に、あ、沖縄にもうつ病患者とかこういう病気の人がいっぱいいるから来ていただけますかと。じゃ時間とか全部合えば、条件が揃えば行きますよと言った。で彼らが帰って1ヶ月を、その時10月にうちアメリカだから、その後じゃないとダメだよ、例えば10月の終わりか11月かじゃないとダメですよと言った。それでアメリカ行ってくるのを待っていたね。で行って帰ってきたら電話があって、私たちは東京行きたいんですよ、この2人が。どうでもいいよ、あなた方が来てもいいし、私が行ってもいいし、ここで東京に来ることになっていた。しかししばらくだったらまだ電話が来まして、やっぱり2人はもったいないから、先生が来ると沖縄へ多くの人に会えるから、患者さんがいっぱいいるから来ていただけますか。まあ、話はまだ変わったの、それが最近ね。じゃあ行くよと言って、ここで話が急に決まったんです。それで私は言ったんですよ、2、3名、5、6名、この家族みたいな人数だったら誰か個人の家でもいいんだけど、人数が多い場合は家で困るでしょ、説教もできないし。でそういう場合は会場を借りた方がいいよって言った。いや、借ります。それで会場を借りたのが、その、役所の会場、会議室です。借りておいた。で、借りたという報告が来たときに、さあ、それは、それも一つの準備だけども、それよりもっと大事な準備があります。それは、多くの人がイエス様を一人でも救われるように、福音を聞くために、多くの人が集まることと、集まった人がイエスを信じて救われるようにと、また患者さんがいれば癒されるようにと、こういうことのために祈る必要があると電話で一言だけ言ったんだけど、その後また行く前の週電話があって、私たち毎日5時間祈ってますよ、この集会のためにと言われて、僕はショックを受けたんです。実は私も簡単に思ったんだけど、いやーこれは違うねと思って皆さんにも言ったでしょ。で、ショックを受けて私ももっと本格的に祈った。月曜日に行ってみたら、夜は断食しながら、毎日昼夜をし、夕食は食べないながら1日5時間祈ってる。誰が信者になったばかり、言うとは信者になってまだ2ヶ月しか経ってないのに、1ヶ月、ね、9月にここに来た時イエス様信じた人が1日5時間祈りながら断食までしながら祈ってた。で集まった人がちょうど20名で、20名私たち抜いて、20名のうち2人はここに来たこの2人、あと18名で、20名が説教を聞いていましたね。途中で4名が逃げた、逃げた、聞いてられなくても苦しくなって逃げた。最後まで説教終わるまで残ったのが16名。うち2人はこの2人ね。で、全然イエス様を信じない人が14名だった。14名。全然イエス様を信じない人が14名だったんだけども、私は後でこう言った、彼らに。説教する時の私の気持ちが壁に向かって、アーメンですか、壁に向かってハレルヤーと呼びかけるのと同じ気分でした、私が。みんなうつ病患者が多いし、みんな初めて来て、これがこの映像が後で彼ら見るようになるから、
ちょっと手もありのまま読んでそれで何度も私は途中から心が開き始める、途中から心が開いて、こっちでアーメン、向こうでアーメン、ハレルヤが出てくるようになった。1時間半説教、1時間半ぐらい説教したんだけど、この中6名は一人も動かなかったの。最後までいた。それでイエス様を信じる決心をした人は手を挙げるか、前に 手を挙げてください。それで前に出てくれば祈ってあげますよって言った。この前の方に出てきましたね。それで祈った時に中年間歩けなかった人がいたの。中年間歩けなかった人が奥さんと一緒に来たんだけども、この歩けなかった人が祈って安心して、じゃあ歩きましょうと、私は先に歩いて後ろに行ったらついてくるの。それで行ったり来たり杖投げて一人で、それを見て奥さんは泣いて、みんなびっくりして、初めて見たって。うちの信者はあまり驚かないけど、向こうの人は驚いたよ。初めこういう人たちが、あとは最後には驚いて、45年間うつ病だった人もいる。45年間うつ病で、もう食べることしか知らないね。それで体も太ったりして、こういう人が何人もいたの。20年間うつ病だとか。だからもう最初はハレルヤ、私挨拶しても、ハレルヤ関係ないの、アーメン関係ないの、メンソレ、メンソレ分かります、いらっしゃいませ、またメンソレ、またいらっしゃいませ、こういう意味で、そういうのが全然神の言葉を知らない人たち。だから壁に向かって説教してると一緒だったからね。神様はどうすればいいですか、この壁のような人たち。これが全部治ったみたいですね、それで 100% 一人も残らないでそこにいた人は 100% イエス様を受けるんだ。 100% アメン。日本人が1時間半で、日本人が14名がイエス様を受け入れる、これは珍しいよ。日本で教会作っても1年で日本人1人か2人か3名か伝道するのは難しいでしょ。一野さん、伝道したいと思っている人のために今何年か祈ってます？2年3年でしょ。何名それが、何人か言ってるんだけども、まだ一人も連れてきてないね2年3年今伝道したいと思っている人のために祈っていても、2年3年だっても一人も今ここに連れてきてないの。でも14名が1時間半の説教を聞いてイエス様全部受け入れて、10年間歩けなかった人が歩くようになった。杖を自分で杖を投げたの。それで、ハレルヤ、ほい、どうぞどうぞ、どっちでもいいです。サラ伝道師です。サラ行動師、感動さんにねよ、サラ感動さんに。저중국자매님저전도합니다。それで、みんな、そこにはロサリオさんのお父さんは90歳。お母さんは80歳。この方は元気だったんだけど、この方も元気であるんだけども、この方も100歳生きたいだよ、100歳。みんな初めは黙っていた人々が、口を開いても、みんな話をすれば終わりがない、きりがないの。止まらないの、止まらない。嬉しくなって、みんな。で、初めは沖縄人は変人だなと思ったんだけど、最後には私が、いや、うちのサムニが言いました。いや、沖縄人はすごい素直ですね。普通の日本人に見えないから。普通の日本人は今言ったでしょ、3年間何名のために祈っても一人も来ないじゃん教会へ。これは普通の日本人だ。でも月曜日の夜は7時20分から始まって、だいたい9時50分くらいまで説教したから、約1時間半説教しました。その後安心しました。その時に
この二人はここに来た時から信じるから、これ抜いて初めて来た後中4名が一人も残り 100% 信じる 100%。 それでそれを見て神様が働いて足が治って、数年間歩けなかったとか歩くようになったら奥さんが泣いていまして、他の人たちも目ん玉をこうなって笑顔を見せて、口を開けばもう話は止まらないの、みんな興奮したって。ああ私もイエス様に悔い改めましたよ。こんなことをイエス様が計画してるのに、私がこのためにあんまり祈らなかったから。でも行く時の飛行機の中で言葉をいただいて、これを伝えればいいですかいいですか確認していく時にメモりながら、聖霊の油を3度私に注いだと。ああそうか、もうこれはなんか今日はあるだろうと確信は持っていくのは言ったんだけども、でも初め行ったらみんな、私は向こうにいるのになんでこっち見るの、みんなこういう人体を、宇宙病だからこれが縛られてるから、もう食べるのは好きだし求めるのは食べ物ばっかり、もうこれも縛られてるし心も縛られてるし悪霊にね。でそこにはこの何占い師とかユータというそういう霊媒師みたいなものがいっぱいいるって、沖縄にはこの人は公務員やりながらもそういうところへもう5万円10万円20万円借金しながらまで通ってて、全部そういう人たちなのに、先ほど読んだでしょ、イエスが唯一の神であることを否定する者ども、イエスが唯一の神なのに救いを与える人々は他の神々を認めて尽くしてるの。でこの人たちは全部人生も疲れてるの、45年もうつ病患者あれば疲れるよね。それも年を取って人生にいいことがなかったの、45年間人生を楽しむことはできなかったの。でもこの日は最後には笑ってみんな全部終わってもう治ってもう帰りますよと挨拶してバイバイと言って、私たちが出てきても帰らない、一人もみんなそこにゴロゴロ来てる、興奮状態になって礼拝終わればすぐ逃げる、こっちの人と違うの礼拝終わればすぐタバコ吸いに行く人と違うの、もう彼らは興奮状態、イエス様のことだけ考えてる。だからイエス様が働くのだから、アメン。でも誰も献金しないね、みんなタダで食べちゃうの。10年間歩けなかった病気を癒したならば1000円ぐらいでも1万円ぐらいでも感謝しますと言うべきだけども、もう黙ってね、それはもう関係ない、ただ興奮してる。テブラで帰ってくる、テブラで誤解しないでよ。なぜ感謝ができないの、45年間悪霊に縛られていた人が解放されたら感謝ありがたくないの、教えが足らない、ごめんなさい前はね、イエス様信じなかったから、今日昨日一昨日初めてだから始まるよ、教えなくても分かるでしょ、いやいやこの人が教えなくても分かるでしょ、いいことあればありがとうございます、病院行けば金払いなさいって言わなくてもいくらですかと言うじゃないの、歯医者行って癒してくれればいくらですか、最後に肝臓は計算はいくらですか、じゃああなた何これ何なんていう、あ保険持ってますか、はい持ってますよ、じゃあ3000円だけど保険だから1500円でいいですよ、こういう計算があるじゃないの、ちゃんとその時金払ってでも癒されたから、でも感謝しますありがとうございます、もうすっかり治りましたよ助かりましたと言って挨拶して帰るじゃん、金払って、この人たちは違う、幸運はしてんだけども金を払わないんですよ、面白いですよ、最初は私をにらみつけていた人たちが、警戒してましたね、とにかく 100% 一人も残らないで 100% がイエス様を受け入れて、歩けなかった人が歩けるようになったり、20年45年20年こういううつ病の患者が癒されたりしたのは
これは奇跡ですよ。これは人間の力じゃなくて、皆さんと私の主なる神イエス・キリストの聖霊の力でありますことを信じますように、主イエスの皆で祝福いたします。アメン。聖霊様が働かなければいくら、はぁ、わららららら、祈ってあげてもダメだし、聖霊が働けば、サモンにも私もね、あまり実感がないの。歩いている人を見ても実感がないの。私、うちは興奮しなかったよ。皆さんは全部興奮してましたけども、彼女、サモニと私は興奮してなかったんですよ。なんで？今何が起こってるか意味が分からなかったわ。なんで？一生懸命やるときはできない。でも神様が働いたら簡単にできるから、なんだこれは。ですからこれが16名じゃなくても160名でも1600人でも1万6000人でも10万16万でも聖霊様が働いたら結果は一緒ですよ。私たちがやろうとすればできない、ね、アメン。聖霊様が働けば嘘のように我々が信じられない、嘘のようなことが今目の前に起こってる。信じられる。これは聖霊の働きなんですから、聖霊様が働くように私たちは聖霊に聞き従う生活を、信仰を守るしちゃいます。アメン。聖霊様が働かなければあとは誰が働く？さっき言った的忘れ霊が働くから、偽りの霊が死を司る霊が支配する、死をもって支配する滅びの霊が働くから、というふうに人の心を奪う。最近全世界的に韓国も一番今暑いと言われている韓国も例外ではないね。イエス・キリストが唯一の神なのに、イエス・キリストが唯一の神、そして救いをもたらす唯一の主であるのに、イエス・キリスト以外にも救いがあるというふうに認めあって、仏教も OK、 イスラム教も OK、 何々全部世界中にある宗教全部 OK、 仲良くしよう、平和に暮らそう、この世では暮らそうスローガンでしょ、仲良く平和に暮らそう、この世では平和であるかもしれませんよ。なぜ？迫害受けなくてもいいし、避難しなくてもいいから。でも霊的に見れば神の前では唯一の神を通する、これを打ち消す、否定することは否定してしまうことになります。これはユダ書の一書の四節の話です。これは今日の本文の惑わしの霊の偽りの真理、偽りに、真理じゃない、偽りに惑わされているから、クリスチャンたちが唯一の神イエス・キリストの皆だけじゃなくて他の宗教も認めて仲良くしましょう、仲良くしましょう、仲良く、こういうことをすればこの世では人気がある、この世では人気があります。で、批判を浴びなくてもいいの、悪口言われなくてもいいの、キリスト教は独善主義だと言われなくてもいいの、いや、やっぱりキリスト教は愛だね、こうなるかもしれませんが、神の真理の御言葉には背くことになり、神の聖霊はこういう人々と働けなくなり、ついには真理から聖霊の働きから脱落して惑わす霊と共に行く滅びの世界へ行かざるを得ない。なんで？脱落者だから、脱落者。ハレルヤ。アメン。クリスチャンたちがこういうのを知らないで、こういうのを守らないと、形はクリスチャンであるかもしれませんが、神が見た時の中身は悪魔のサタンのこと変わりがない。変わりがないんで、変わりがない。主の霊が、この宮里さんに聞きました、宮里さんに。ロサリオと宮里さんがここから行って、心が熱くなって、沖縄ズーにある教会を全部調べた。
何十個ありますか。いや何十個じゃないんだ、腐るほどたくさんあります。腐るほど、一つの都市にも腐るほど教会がたくさんありますよ。全部調べたら、ほんで全部行ってみたって、行ったらもう入り口で、あここはダメ感じるの。なんでこの人たちが祈る人たちなんだ。断食しながら祈ってるから火の精霊が教えてくれる。それで行ってどうかなと聞いてみれば、聖書を読んで話をする、説教するときには、読むときには聖書をあちこち何箇所か読む、説教のときには世間話になる。世間話をすると信者たちが喜ぶの、楽しむから、楽しいから居眠りしないの。世間話をすれば居眠りしない。しかし聖霊様が働けないの、働くことができないの。その中で那覇にある教会に行って、あここがいいなと思ったんだけど、賛美するときに、賛美が終わったら説教に入ったらまだ同じ御言葉を読んで、その後は世間話、世間話に信者たちがアーメンと言って、世間話、賛美は良かったって。でもこの人たちが、このクリスチャンになった2ヶ月ばかりしかなってない、この赤ん坊のようなクリスチャンが言いましたよ。真理の御言葉を聞かないと、ダメだ。賛美は良かったんだけど、何を意味してますか。彼が言いましたよ、沖縄が腐るほど教会がたくさんあるんだけども、リバイバルしない理由がここにあります。先生すごい気持ちが重いです。沖縄は暗いです。今もクリスチャン、沖縄だけじゃなくて世界中にいる多くのクリスチャンたちが新年になればまず占いしに行く、占いしに行く人が何十パーセントもいる。何十、韓国もあるデータによれば 15% が新年になれば占いしに行くって、サウルのように、サウル王のように。これはおかしいことないの。偉大なイスラエルの初代王であるべき偉大な王様も神からの霊の声聞けなくなったら占い師を読んだじゃない、霊媒師を読んだじゃない、ほんで自分の運命を占ってもらったじゃない、悪霊の教えに従ったじゃないの。これはおかしいことだね、おかしいことだ。クリスチャンたちが、神の人たちが惑わされると簡単に熱い心であるの。なんで足だ知ったの、自分の運命が知りたいという熱い心で、つい先週も何伊佐山由里子さんの話した時にメールが来たでしょ。そのメールに書いてありましたよ。20年教会通ってても、いや保育園の時から通ってても、結婚式まで教会あげても、教会で占い師などは宗教じゃないから大丈夫だ、大丈夫だと許されるから、いや教会行ったらこれも許される、これも許される、慰めを受ける。20年だったら植物人間になってる。誰がそういういい加減な信仰を持っていない。聖霊の法則は命、癒し、今も後、今だけだって後も、どっちだけだって永遠なる慰めです。しかし悪魔の惑わす霊の法則は、今は美味しい、甘い、蜂蜜のように甘い、今は、当時は。でもついには必ず滅びに至り、神を信じたのに、なんで俺の運命がこうなるのか。それは神に信じたかもしれませんが従ってないから、信じたかもしれませんが従ってないの。惑わされて悪魔に騙された、真理に、偽りの真理に従った結果だろうと。そういうことを見分ける知識や見分ける力を主の聖霊から求めていきますように。イエス・キリストの皆で祝福いたします。アーメン。じゃあ時間がないからここまでにしますが、沖縄にひょっとすれば、いや私の感じでは地のあって、沖縄地のあって選挙会がもう地域
立つことになると信じますが、あとはこの二人がどういうふうに決めていくか、それが大事なのね、祈らしてきていますから、とにかく、聖霊様は仕事をやってます。しかし信者たちが信仰を正してない、問題はそこにあります。アメン。聖霊様は2時間でも14名、1400名でも1万4000でもたった2時間でも聖霊様は救うことができるの。問題は聖霊様が働くように信仰を見せる人がいないのが一番問題であります。アーメンですか。皆さんがその模範的な立場にあって先頭に立って引っ張っていくためにさらに祈り、主の霊に満たされて、主の聖霊に満たされて、真理の言葉に深く正しく固く根を下ろしての信仰生活ができますように。最後にイエスの皆で祝福たちます。アーメン。